高柳さんお願いします。はい、朱雀明里役をやらせていただきます、高柳あかねです。私も名古屋出身なので、名古屋から始まったこの舞台をこうやって無事にここまで来れて、もう本当に年末も年末までギリギリまでこう戦うんだっていう気持ちで、年末まで気が引けないなという感じなんですけど、まあ、今日クリスマスじゃないですか。まあ大寒波が来てホワイトクリスマスになるんじゃないかって言われてますけど、もうここだけは暑く血の雨が降るレッドクリスマス衣装もそんな感じですよね。はい、もう、はい、そうです。私の役は中華をイメージしたあの盾をやって、すごく舞うような盾がすごく魅力だと思うので、そんなところにも、はい、注目していただいて、楽しいレッドクリスマスできたらいいなと思います。聞いたことない初めて聞いた、はい、ここだけのレッドクリスマス。確かにあの高柳さんさっきおっしゃってたように盾が本当に舞のようにあの美しかったなと思ったんですけど、あの古原さんと2人で何かこう話し合ったり、なんかこれまでの経験を生かそうみたいなことはあったんですか。私今年の春に卒業してグループを、私が卒業してもいつかどこかで一緒に舞台立てたらいいねって言ってたら、今年中にかなって共演だねってすごい喜んで、したらステージで全く合わないんですよ全くその共演するシーンがほとんどなくて、ただ最後の一瞬にあのシーンが、まあ、結構、まあ、味噌、あ、名古屋で言うと味噌なのかなみたいな、うまい、はい、食べ過ぎかなみたいな、はい、なのであのお互いのシーンを見てあのシーン良かったねとかいうことは結構ありました。舞台の中盤ぐらいであの古畑さんが歌う曲をバックにあの盾を披露する場面があって、ファン的にはそこがちょっとエモいところかなと思うんですけれども、あの実際に舞台立たれてるご本人的にはどういった感想でしょうか。なおの曲をバックに戦うのがですかでも今回この舞台サントラも出てるんですけど、そのシーンに合った楽曲が流れるんですよ。なのでなおが歌ってる曲は私と多分やっこの2人の関係を歌ってたりとかするので、ね、一回見ただけじゃ、まあ、縦見るだけでいっぱいで歌詞まで入ってこないと思うので、ぜひサントラも買っていただいて歌詞もチェックした上で見ると多分泣けます。私も星っていう曲歌ってるので、そこは、陣内と関来の2人が戦ってるんですけど、私の関来の気持ちだったり歌って泣けるので、本当にぜひ歌詞も知った上でもう一回見てほしいなというのは、はい、あります。最後に流れてるお二人で歌ってる曲もサントラ入ってますもんね、はい、そこもおすすめですか。やっぱり2人で最後お互いの心情でも今回のために書き下ろされた曲なんですよ。一線だけはその星と愛花は12年前に上映されてた時にも使われてた楽曲だけど、今回の一線だけは演出のカルマさんが作ってくださった楽曲なので、はい、オリジナルで楽しんでもらえたらいいなと思います。以上です。なんか喋らなくていい、私ばっかり説明してるから以下同文です。はい、そう、はい、そう、はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。